劉揆一は、清末、中華民国の政治家、革命家。清末の革命派の人士である。字は、霖生。祖籍は、湖南省衡陽府衡山県。父は、湘軍の郷勇。劉揆一は、初め長沙嶽麓書院に学び、1903年春より、日本に留学して、弘文学院速成師範科に入学した。このとき、黄興と交友を結び、拒露義勇隊に参加する。同年末に、長沙に戻り、黄興等とともに華興会設立に参加して、副会長に就任する。翌年長沙起義を計画したが、清朝当局に事前に情報が漏洩し、日本に亡命している。1905年に、東京で、孫文が、中国同盟会を組織すると、黄興はこれに加わった。しかし劉は異議を唱え、創立当初は参加を拒否した。1907年1月、ようやく劉は同盟会に加入し、東京本部で庶務幹事を担当した。後に、当成明、李燮和らが孫文排斥活動を企むと、劉は黄らとともにこれを退けた。1911年10月、辛亥革命が勃発すると、劉は帰国して、湖北軍政府に加わり、清軍に対峙している。中華民国成立後は、劉揆一は、袁世凱への接近を図るようになる。1912年8月、陸徴祥内閣の工商総長に就任した。この際、中国同盟会からの離脱を宣言したが、9月の、徴兵人士内閣で、宋教授に率いる国民党に復帰している。翌年3月の宋教授の暗殺後、劉揆一は、廃円派に参加しようとした。しかし、孫文、黄興から、その反復を嫌悪され、参加を事実上拒絶されてしまう。そのため、劉は、北京に泊まって、円を支持した。ところが、交渉部が私的に外債を借りたことが明るみに、出てしまう。7月、劉はその責任を取らされ、交渉総長を辞任に追い込まれた。袁世凱が皇帝即位を目論むと、劉揆一はこれに反対の論陣を張る。護国戦争が勃発すると、護国軍を支持した。その後も政治活動を続けたが、南北双方で重要な地位は得られず、国民政府成立後は完全に政界から引退してしまう。以後、在野にあって、黄興伝記を出版したり、あるいは、中国国民党党史編参院解散を参を、務めたりしている。1933年、一時的ながら、蒋介石から行政院顧問として招聘された。しかし、劉揆一が呈した、辛亥共的言論は蒋に嫌悪され、翌年に罷免されてしまった。中華人民共和国成立後も、劉揆一は大陸に泊まる。湖南省軍政委員会顧問として任用された。1950年11月1日、故郷の湘潭にて病没。享年73。ありがとうございます。